皆さんです。ラルタカは東京と大阪を中心に活動しているチームです。皆様のご声援のおかげで今年10年目を迎えました。今年度の作品ユートピアはファンクミュージックをベースにした多幸感あふれる作品です。この作品を通じて私たち踊り子にとって唯一無二の大切な時間や空間であるよさこい祭りへの熱い思いを表現するとともに、10年分の感謝の気持ちが見てくださる方に伝われば幸いです。タカラッターの掛け声とともにぜひ一緒にお楽しみください。演舞の注目ポイントは、ナルタカの演舞はお客さんと一緒に作り上げる演舞です。曲の終盤にはタカナッターの掛け声に合わせてタオルを回す振りがあるので、お手持ちのタオルやうちわなど手に取ってぜひ作品に加わってください。それではナルタカの皆さんです。お願いします。ただいまご紹介いただきましたナルタカと申します。宇都宮の皆様お元気でしょうか。司会の方から5分ほど巻いているので、たくさん喋ってくれというお話だったので、少しお時間いただきたいと思います。今ご紹介いただきました通りですね、ナルタカ今年10年目を迎えたんですけれども、北関東にやってきて踊るのは初めて、今日初めてとなっております。皆様の前で踊れること本当に嬉しく思っております。第1回宇都宮よさこい開催本当におめでとうございます。来年以降もですね、このお祭りが続いていくように、我々も花を添えられるように精一杯踊っていきたいと思います。皆さん、よさこいルールが3つあるんですけれども、ご存知でしょうか。手に鳴子を持っていること、そしてよさこい節というですね、高知の民謡を曲に入れること、そしてもう一つがですね、前に進みながら踊るというのが、本場高知では、ルールとして、取り上げられています。今日、宇都宮よさこいはステージの演舞ですが、少しだけ前に進むところをご披露したいなと思っておりますので、その辺も楽しんでいただければと思います。最後、鳴鷹はですね、曲の最後に高鳴ったという掛け声がありますので、ぜひ皆さんも一緒に、タオルやうちわで応援お願いします。そろそろ大丈夫そうでしょうか。はい、それではご披露いたします。心躍ればユートピア。
成田の皆さん、ありがとうございました。